よく来てくれたね。待っていたよ。はい、どうもこんにちは、すごろくです。それではサーモンラン実況プレイ、週一のオルマサーモンですね、やっていこうと思います。はい、週一のオルマサーモンと、こういうものでございます。初めての方はね、一時停止して説明の方をお読みください。そして、今週のお題、ちょっと特殊になります。こちらです。熊武器を使いこなせー。はい、ということでね、編成左上見てもらうとわかるんですけど、今回ランダム枠が一つあります。ということは熊武器を引く可能性があるということですね。普段使えないような武器でございます。これをね、せっかくなんで、ランダムがせっかくあるので、そちらの方を引いてサーモンラインやっていこうと思います。なんで、実質運ゲーですね。引けばいいというお題となっております。でもまあ、ただ引くだけじゃつまんないんで、引いた上で、その回の試合のね、リザルト、まあ、赤いクラかな。赤いクラが、他の3人よりも、勝っていると。熊武器を引いて、かつ、一番その熊武器をこう使って、倒しましたよ。うまく使いましたよ。というお題で今回やっていこうと思います。それではやっていきましょう。さあ、やっていきましょう。場所は会場集落、シャケドバでございます。危険度はマックスですね。まあ、今回のお題はマックスでやって叱るべきかなと思います。さあ、まずウェーブ1は、スクソロですね。ノラちゃんがランダムアップを引いて、ノーチラスですね。かなりね、運に振り切ったお題なんですけど、まあ、こういうのも、ありかなと、思います。全部ね、こうガチガチなやつじゃなくて、こう、運がないと達成できないお題っていうのもまた面白いのかなと。よいしょ。もうそしてね、ランダム枠1個っていうのがね、何気にきついんですよね。全オールランダム、3つとも、オールランダムだったら、まあ、そこそこ引きやすいんですよ。熊武器って他の武器よりもちょっと出やすくなってるはずなんで。ただね、ランダム枠1個の編成となると、まず、よいしょ。ウェーブ3の中でランダム枠を1個引き当てて、そこからさらに熊武器を引き当てるっていう、ちょっとね、なかなかに、幸運を、豪とまではいかないけど、結構しっかり、ね、運の良さを発揮しないといけないんですよね。お、ナイス爆なり。あ、コモリ逆飛んだな。そして、あのヘビーどら、いや、自分だったよな。よいしょ。ほい。さあ、納品を終わらせていきましょう。まあ、あまり今回のお題とは関係ないですけど、スクスロをこうやって敵の上とか隙間を通すようにすると、武器の効率がいいです。スクスロ使いこなすかじゃないんだけど、さあ来い来い来い。おお、待って、おお、なんで違う。おそらくなんですけど、おそらくなんですけど、フレンドとマッチングしたかな、これもしかして。どうなんだろう。もしかしたらこれフレンドとマッチングしたかもしれないですね。いやー、珍しいこともあるな、撮影してただけなのに。でもね、もうそんなことも言ってられない。いい加減引きたい。結構ね、もう時間ないんだよね。シフトの終わり際に撮影してるんですけど、ここら辺で引けないとね、そろそろまずい。もうね、もう取れたか十分だよ。もう取れたか十分だよ。入るな。よし。あ、微妙。ナイス。さあ、左になんかいるっぽいな。
まあ、ノルマのペースはいいな、やっぱり。結構ね、まあ、編成きついんですよ、今日。ね。ほんと、ランダム枠以外の3つのね、ちょっと武器パワーが足りてなくて、タワーも行きづらいし、火力もそんなあるわけじゃないし、っていう感じで、ちょっと編成的には難しいんですよね。しまった。そう。ただ、よいしょ。まあ、やっぱりフレンドと、あ、待って、3人ともクリット死ぬぞ。いやー、これはやばい。大丈夫か？いやー、ナイス逃げ切り、ナイス逃げ切り。これはナイス逃げ切りですね。だ、違うんだってば！だー、頼む、もう終わらせてくれ。もう終わらせてくれ。マジで時間ないんだよ。よいしょ。お風呂ですね。いやー、まあ確かに、お風呂は強い。お風呂は強いけど、俺の時は違うんだよ。俺の時は違うんだよ。違うんでくれー。闇落ちしそう。マジで時間ない。そしてなかなかの飽きしてんな。いや、これお風呂が強いね。お風呂のサポートが強いわ。そして俺は鉄板を触った。え、待って、誘導理解者が来てもらう。君ら誘導理解者か？鉄板に避けてったぞ。俺が触ってるの知ってか知らずか。待って、タワー多いな。拾いたいんだけどね。あ、まあでもだいぶノルマルペースいいな。俺にモグラもついてるし、これは余裕ですね。そしてタワーが突っ込みたいな。あの爆弾次第だな。よし、 OK。 いや、あのさ、理解者すぎる。あっちからお風呂がたまに届くことを知っているのは理解者すぎる。ちょっと他の武器の解説が増えそうだね、今日の動画。さっきもね、あの、お風呂の、お風呂じゃねえや、洗濯機のね、説明したりとか。いや、この人らが優秀。本当はね、難しいんですよ、今日の編成。タワーも行きづらいし、火力もないし。頼む、頼む、頼む。いや、うーん。おっさい。頼むってマジで、もうお蔵入りしちゃうよ動画が。ルールル、北斎ならまあ尺もやりやすいしいいんじゃない。と、本編性火力ないゆえにね、その小尺も処理できないから、グリルマジできついんですよね。右自分ですね。プレス咲こうかなって思ったけど、小じきがきつい。ラスト1匹無理かな。
さあ、ウェブさんで頼む頼むって頼むってお願いしまーす。来たー来たー、嬉しい嬉しい。あのね、僕、この後ね、案件があるんですよ。この、しかもね、もうこれがラストなの。ラストなの、もう、時間的に。ウェーブさんで弾けたの嬉しい。もう、劇的勝利です、これは。そして、このメンバーも最高、うまいし。いやー、もうこれ完璧ですね。もう、これで、勝利をもぎ取って、有終の美を飾っていきましょう。もう、ここまで来たらさ、リザルトトップとか、ちょっともう、どうでもいいわ。もう、やっぱこの弾けたことの嬉しさよ。爆弾ちゃんがあれ止まっちゃうかな。まあ、鉄板寄せてくれてるだけで十分かな。よいしょ。まあ、せっかくね、クマトで引いたね、特徴といえばなんですけど、まあ、この連射力ですよね、やっぱり。まあ、雑魚の群れに対して相当強い。そして塗りも強い。これを活かしていきましょう。火力はね、まあ、なんか、まあまあって感じです。中の上ぐらい。爆弾を、まあ、こう、無理なく、ワンタンキルできるぐらいで、まあ、思ったことないんですよね。連射力に反して。なんで、クマブラを生かすとしたら、もう連射力による塗りの強さで、雑魚の群れに対する、範囲攻撃。これをね、活かしていくといいと思います。こっちは俺が見とくか。はい。俺か。さあ、ちょっとこれは、モンスターで早めに、ヘビをやりの、飴玉返してあっちの片パをやる。で、このコームに見ましょうか。さあ、生かしていきましょう、最後。雑魚の群れを。ということで、やった、クマブラ引けたぜ。そして、ノラちゃんもありがとう。みんな上手だったよ。さあ、ノラで120ですね、金から。グリルがでかかったね。グリルが大きかった。そして一応設定しといた、リザルト3、他3人に勝つというやつは、どうなんでしょうか。あ、余裕で勝ってるわ。ザコの群れをね、叩けるんで、クマプラは、やっぱ赤いけど伸ばしやすいですね。はい、ということで、今週のね、シューイチノルマスサーモン、クマプラを使いこなせ、見事達成でございました。それでは今回これで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。次回のお題お楽しみにお待ちください。それではお疲れ様でした。